シンスワン講座、今回はフィルターについて説明していきたいと思います。最初にちょっと申し訳ないんですけど、音を初期化するときにやっておくべきことだったんですけども、ちょっとここのアマウントノブというのがあるんですけど、ここをですね、ゼロに、してもらって、しておいてください。はい。でですね、ベロシティというやつを、ボタンをですね、切っておいてください。あとですね、ここの、LP24 に今なってると思うんですけど、ここをですね、LP12 にしておいてください。申し訳ありません。この状態で、説明したいと思います。ですね、フィルターというのはですね、簡単に言えばですね、いらない成分をですね、除去して、いる成分だけを、残して通過させるという意味ですね。まあ、コーヒーフィルターとかですね、まあ、同じ意味だと思いますけど、まあ、そんな感じですね。でですね、フィルターにですね、種類が、ありましてですね、このシンス1にはですね、5つの種類の、フィルターがついてます。まず順番に説明していきますね。一番上のこの LP12 というのはですね、ローパスフィルターというやつですね。ローパスフィルターというのはですね、低音成分だけを残して、高音成分をカットしてしまうという、フィルターですね。なので、これを使うとですね、非常に、こもったような感じの音になりますね。まあ、柔らかい音を作るときとかに、適していますね。で、次にですね、LP24 って書いてあるんですけど、これもまあ、ローパスフィルターなんですけど、ここの数字が、何が違うのかというとですね、聞き具合が違ってきますね。12よりも24の方が聞き具合が強いので、まあ、もっと、強くフィルターを効かせたいなっていう時には、この24を選んでもらえればいいと思います。で、次にですね、ハイパスフィルターっていうやつなんですけど、この HP というのは。ハイパスフィルターはですね、逆に、ローパスフィルターとは逆にですね、低音成分をカットして、高音成分だけを、通過させて、出力させるという、フィルターになってます。次にですね、バンドパスフィルターですね。バンドパスフィルターっていうのはですね、ちょっと、まあ、ややこしいかもしれないんですけど、ローパスフィルターとハイパスフィルターを組み合わせたような、フィルターですね。低音も残せるし、高音も残せるみたいな。まあ、中域成分がですね、強調されるようなフィルターなので、まあ、面白い音を作るときに、使えると思います。次にですね、ローパス、ダイオードラダーフィルターっていうんですけど、これはですね、モーグという、シンセサイザーがあるんですけど、そのモーグというシンセサイザーはですね、非常に低音成分が、他のシンセサイザーよりも低音成分が非常に出ていてですね、非常にぶっとい、太いですね、ベースを作ったりするのに適しているシンセサイザーなんですけど、そのモーグに搭載されている、フィルターをですね、まあ、シミュレートしたような感じのフィルターですね。これはですね、その名の通り、その名というか、さっき説明した通りですね、低音をですね、この LP12 とか24とかよりも低音残しつつ、高音をカットすることができる、フィルターになってますね。では、実際にですね、ローパスフィルター12から、一番上から実際に動かしてみたいと思うんですけど、フィルターを動かすときにですね、その聞き具合を調整するノブ
っていうのがこの FRQ っていうノブになりますね。これがですね、フレケンシーっていうんですけど、カットオフフレケンシーっていうんですけど、ここを動かすことによってですね、フィルターの音型が得られますね。で、今、ローパスフィルターになってるので、今音、フレケンシー全開なので、何の変化もないんですけど、これを閉じていくとですね、だんだんと、こもっていくような音になりますね。これはなぜかというと、さっきも言ったように、高音成分が、カットされるので、低音成分だけになるので、こもった音になります。で、次にですね、さっきも説明した通り、ローパスフィルターのより強力な、24ってやつですね。さっきよりも、まあ、効き目が強い感じですね。まあ、音を聞き比べてもらうと分かると思うんですけど、まあこんな感じですね。で、次にハイパスフィルターですね。ハイパスフィルターについてはですね、このフリケンシーが逆になりますね。ゼロの時に、何も変化のない音になります。で、これをですね、開いていくと、といった具合に、低音成分がカットされて、高音成分だけが出ますね。ジリジリとした感じの音になります。で、次にですね、バンドパスフィルターですね。これはローパスフィルターとハイパスフィルターを組み合わせたような、フィルターなので、最初ローパスフィルターみたいに低音成分が残ってますね。で、真ん中に行くと、まあ、中音成分が強調されたような、感じになりますね。で、こっちに行くとハイパスフィルターと同じ感じで、高音が残る感じになります。で、次に、ダイオードラダーフィルター、まあこれもローパスフィルターと同じなんですけど、まあより低音が残ってる感じですかね。まああんまり違いわからないかもしれないですけど、まあこんな感じですね。で、次にですね、隣に RES という項目がありまして、これは何かというと、レゾナンスっていうパラメーターなんですけど、これもですね、シンセサイザーにおいて結構肝となる、ものでして、これを上げることによってですね、シンセサイザー独特の、ミョンミョンとした、奇妙な音がですね、出せるようになります。で、実際に聞いてみますね。これを上げた状態で、フレケンシーを動かすと、いい音が出ます。といった具合にですね、非常に気持ちのいい、ミョンミョンとしたですね、音を作り出すことができます。もう一回、じゃあ、下げた状態で聞いてみますか。つけてみますね。といった感じですね。で、これをですね、レゾナンスをですね、最大まで上げるとですね、発信してしまってですね、もう非常に耳障りなキンキンとした音になります。まあ、これを使ってですね、まあ、効果音なども作れたりしますね。まあ、通常はちょうどいいところに止めておいて、まあ、使う感じですね。もちろん他のフィルターでも使えます。といった具合ですね。でですね、さらに隣ですね、
SAT っていう項目があるんですけど、これは何かと言いますとですね、サチュレーションという項目ですね。サチュレーションというのはですね、音に、程よい、歪みを与える、まあ、ディストーションみたいな感じですね。なので、これを上げることによってですね、非常に心地よい、歪んだ、歪んだサウンドが出すことができますね。サチュレーションはですね、サチュレーションとレゾナンスを組み合わせることによって、まあ、絶大な効力を発揮するので、まあ、この辺はですね、自分で調整してもらってですね、自分が気持ちいいと思える、ところを探してみてはいかがでしょうか。といった過激な感じのね、面白い音になりますね。下げて聞いてみますね。普通はこういう音なんですけど、これを上げることによって、といった、過激な音になります。これもですね、まあ当然他の、種類のフィルターでも大丈夫なので、ぜひとも使ってみてください。次にですね、TRK、これがですね、フィルターキーボードトラックという、ノブなんですけれども、ちょっとこれはややこしいですけど、例えばですね、フィルターをローパスフィルターで半分ぐらいに出したとします。で、今、まあ、フィルターの効果が効いてちょっとこもってるんですけど、これをですね、キーボードトラックをゼロにした場合ですね、低い音なら大丈夫なんですけど、これをもし高い音にした場合ですね、高い音を弾いた場合、もうほとんど音が聞こえなくなっちゃうんですね。なぜかというと、高音成分、今ローパスなので、高音成分を、まあ、除去するということで、まあ、高い音になるほど、まあ、高音成分がもちろんたくさん含まれるんで、まあ、高音成分まで持ってかれて、音自体が細くなっちゃうんですよね。それを解決するために、このキーボードトラックというノブがついてまして、これを上げることによってですね、まあ、音がしっかり出るようになるわけですね。まあ、この辺もですね、まあ、自分のお好みでマックスにすればしっかりと出ますし、まあ、半分にしますと半分ぐらい出るので、まあ、この辺は、まあ、お好みで決めてもらうといいんじゃないかなと思います。はい。ですね、次にですね、ADSR の説明に行きたいんですけども、ちょっと、複雑になってくると思うので、まあ、次回に、持ち越したいと思います。まあ、簡単に言うとですね、この ADSR っていうのはですね、このフレケンシーをですね、自動的に、自分で動かさずにですね、まあ、自動的に動かすようにですね、制御できる機能ですね。なので、フィルターをですね、徐々に開いていって、また閉じたいなという時とかに、ADSR を使ってですね、自動的に制御してくれる、まあそういうようなシステムになってますね。まあその辺については、次回ゆっくりと、説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。